というわけで今日なんですけれども、山形県の酒田市に来ておりまして、これからねこの大海原でキス釣りをしていこうと思います。でね、白キスっていうのはこちらに表示しているような魚でして、砂浜の女王とも呼ばれるんですね。でそれをね今日は狙っていこうと思います。こちらが砂浜の女王シロギスです。でこっちの2つが何だろう、クサフグですかね、まあおまけみたいなもんですね。こいつら嫌われ者で結構浜に捨てられるんですけど、まあそんなねすごいことはしないで海に返したいと思います。初めて砂浜に釣りに行かれる方への情報なんですが、ご覧のような流木が砂浜にはたくさん落ちています。これを固定することで簡易竿立てとして使えるので、ぜひお試しいただけるといいかと思います。はい、もう1本ですね。あ、ちょっと砂かぶっちゃったんですけど、さっきよりねだいぶいいサイズのやつが釣れました。このパール色綺麗ですね。これがね砂浜の女王と言われるゆえんなんですね。いやー、いい魚体してますよ、本当に綺麗な魚ですね。もうねキリがないんですよね。全部やるのはね不可能なんですけど、ちょっと気持ち程度拾って、釣りとゴミ拾いをセットっていうね、これを僕は広めていきたいと思います。はい、というわけで帰宅したんですけれども、今回ね持ち帰った釣果はこちらの合計7匹になります。ここら辺の3匹はね食べ頃サイズということで、まあ、キープサイズかなという感じで持ってきたんですけれども、まあ、こっちの4匹はですねピンギスって呼ばれるサイズですけれども、ちょっとね針を飲んじゃってリリースしてもすぐ死んじゃってしまうような状態だったので、こちらもねキープしました。もうなんといってもやっぱり白ギスといったら天ぷらなんで、こちら料理していきたいと思います。汚れとかついてるので一回水でねざっと洗っていきます。白ギスの鱗は包丁でバリバリ落とすことができるので、家庭の包丁を使ってやっていただければいいかなと思います。水を流しながらこうやって鱗を取っていただくと結構ね飛び散りが少なくなるので、これはね試していただきたいテクニックですね。で結構僕のチャンネルでお伝えしてるんですけど、この背のヒレの際の部分とここの尻尾の方はですねすごい鱗が残るので、包丁の先を使ってこの際も丁寧に処理してもらうと綺麗に取れますよ。はい、こんな感じでねどんどんやっていきましょう。じゃあ鱗まで取り終わりましたので、こいつのね頭と内臓を取っていくことになります。頭の取り方なんですけど、ここに胸びれがありますので、この胸びれの後ろからスパッと1本包丁を入れて落としていきます。こんな感じですね。でこれをポン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 やっていきます。そうしたらここにね肛門があるので、ここから包丁を入れて内臓をか
き出していくと。思った以上にお腹が緩くなるのが早い魚だなって、もしかしたら鮮度が落ちるのも早い魚なのかなという印象です。こちらをね、水洗いしてこのお腹の黒い部分、これをね取っていきます。はい、じゃあここからですね、背開きっていう方法をやってシロギスを開いていきます。背開きはですね、まず背中側に1本スーッと入れて、この中骨に当たると思うんですけど、中骨を越えてお腹側、こちらに貫通しないようにギリギリのところでこう包丁を止めるっていう、これが背開きになります。ここはですね、腹骨があるんで落としてあげて、片側の背開きが完成ですね。この時にここにね骨が入っているので、1本包丁を入れてあげるともう片方の骨を外しやすくなるので、ぜひここに包丁を入れてみてください。そしたら反対側のここですね、こう中骨があって、この横あたり、ここに包丁を入れて骨に沿って進めていきます。最後尻尾ら辺まで来たら包丁を立ててあげて落とすと。ここに腹骨が入っているので、これを斜めに下ろしてあげると。はい、これでね、シロギスの背開きの完成になります。というわけでシロギスをね、背開きにしまして、じゃあここから早速ね、天ぷらセットをここに用意してありますので揚げていきたいと思います。もう今日はね、お行儀悪いとかそういう話じゃなくて、もう天ぷらは揚げたてがうまい、もう揚げた瞬間にね食べてやろうということで、調理してそのまま食べようと思います。よし、行ってこい。おりゃで、いい音ですね。揚げ物の音ってなんでこんなにこう食欲をそそるんでしょうか。もう一生聞いてたいぐらい尾っぽが曲がっちゃいましたね。まあしょうがない。よし、じゃあね、ここら辺はもういいかなっていう頃合いを見て、一回油をここでね切っておきたいと思います。塩をかけて、うん、もうふわふわ、ほんと美味しい。これからね、夏に向けてこの白ギスっていうのは釣りの面で熱くなってくるので、ぜひね皆さんも釣りに出かけて天ぷらを堪能してみてはいかがでしょうか。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。じゃあ早速ね、僕は続きをやっていこうと思います。